はい、こんにちは、ヨシーです。いかがお過ごしでしょうか。今回ご紹介する商品はこちらです。これ、スコッチのですね、チタンコートのシザーズ、これハサミですね、を買ったんで、商品のレビューといいますか、ご紹介をできればと思っております。普通のハサミなんですけど、何が違うかっていうと、チタンコートであるっていうのと、まあ、シャキッと切れて、さらに10万回の耐久性。あとね、一番ね、このハサミのポイントがですね、これなんですよ。糊、テープのベタつき防止加工っていうのがついてるんですよね。こういったね、糊がね、つきにくいですよっていうハサミ結構あるんですよ。なかなかね、やっぱり粘着がまとわりついたりするんですよね。今回こう買ったので、これわかんないです。能力、性能わかんないです。ただ買ったばっかりなんで。ただね、これね、1500円くらいするんですよ、これ1本。テープがつかないよっていうやつはね、大体これの半額700円くらいで買えるんですよ。でも、倍するんで、こっち。信用して、まあ値段高い方がいいだろうということで、こっちを買ってみました。今回なんでこれを紹介するかっていうと、僕ね、粘着テープをよくカットする場面っていうのがですね、ハンドメイドやってて多いんですよね。で、例えばね、これね、裏が剥離紙がついてるんですよ。こうやってめくると、ここがね、ベタベタなんですよね、ここが。ここがすっごい強力な粘着がついてるんですよ。で、これね、ワッペン作るときに裏に貼っているものなんですよね。で、これすごく粘着力強くって、普通のね、ハサミでカットすると、この粘着質、粘着がですね、ここの、刃の部分にまとわりついて、これが、もうハサミが切れなく、動かなくなっちゃうんですよ。わかります？何も、今汚れてませんよね。普通にこう、ね、いい音しますよね。まあ、ちょっと、切れる証拠に長カットしましょう。例えばね、これね、フェルト生地なんですけど、もう普通に、まあ、ハサミなんて当たり前ですけど、こうやって切れるんですよね、普通に。で、じゃあこれ切りますよ、この粘着テープを。例えば、どうしようかな。こっち、この辺こう、ここ切ってみますよ。切ります。はい。ほら、もうついてますよ、ほら。わかるかな、ほら。こうやって、わかる、ベターってつくでしょ、ほら。こういうのがつくんですよ。で、またこうハサミ入れ直すと、もうこのここでここにベタベタついてるからうまく切れないんですよね。だからちょっと我慢してこう切ろうとすると、もうこんな感じで、ほら、こんなベタベタ、わかります？ほら。で、これがどんどんついて、結局これこうしちゃうと、ここでもほら、もうすごく音聞こえるでしょ。こういう状態になるんでしょ。まとわりついちゃって、これね、ほん毎回イライラさせるんですよね。で、これがもし防止できるのであればいいなと思って、このスコッチさんの糊テープのベタつき防止加工っていうのを買ってみました。大丈夫かな、本当。ちょっと実力試してみますね。ちょっと開けてみます。これね、1500円するんだよ、びっくりした。商品のカバーにお金かけてるよね。もうなんてことない、普通のハサミ。チタンコートって書いてあるんですけどね。ごめんけどね、こっちもね、チタンコートなのよ。ただ、なぜいいかっていうと、ここにも書いてあるんですけど、テープ、糊がつきにくい。刃にシリコーンをコーティング。粘着テープを切っても刃がベタつきにくいって書いてあるんですよね。ベタつきにくいっていうことは、ベタつくかもよってことか、にくいっていうことはね。おそらくこの辺りにシリコーンコートがしてあるのかな。まあ、とりあえず試してみましょうか。頼みますよ。1500円したんだから。では、先ほどの粘着テープですね。カットできるのかい？本当に。ちょっと頼むよ。高かったんだから。では、カットします。カットしていきます。いきますよ。あ！本当だ。つかない。見ました今。ちょっと、さっきのと比べたいよね。くっつかない、全然くっつかない、ほら、すげえ、これすげえ、くっつかない、全然くっつかない、ほら、こんな綺麗に切れた、ほら、こんなに綺麗に切れた、さっきのほらギザギザ、ここすごいね、ほら、バス、もうほんとシャキ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 って言いながら、こんな切れ、あ、もったいないな、こんな切り方すると。すごい。こっちでやってみるよ、これね、ほら、
まくる。イライラする。やっぱすごいね。やっぱりすごい。この、やっぱスコッチさんってテープ大手ですもんね。作ってるハサミだからよかった。もう一本ね、安いやつだったんだけど、買わなくてよかった。これ買ってよかった。あ、これおすすめかも。まあ、こういったね、粘着テープをカットしたりする、ハンドメイドをされてる方、これほんとおすすめかもしれないです。スコッチさんのチタンコートシザーズ1467というですね、売ってるサイトあったらまた概要欄に貼っときますので、ぜひ参考にされてみてください。これはいいですよ。うん、いい買い物した。以上ですね、今回スコッチチタンコートシザーズ1467ですね、こちらをデビューさせていただきました。参考になれば嬉しいです。この動画良かったら高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。これは買ってよかった。うん。